はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、続き始めていきましょう。F1 2021 キャリアモールで優勝を目指すということで、改めまして皆さん、こんにちは。そして、明けましておめでとうございます。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況させていただいておりますかね。病気でちょっと半年ほどプレイできませんでした。この動画はですね、2023年1月2日にですね、撮らせていただいております。なので、挨拶明けましておめでとうでございますが、この動画がね、配信されるのは2024年の5月の半ばになっているので、季節感はちょっとあまりないとは思いますが、ご挨拶的には明けましておめでとうございますで、行かせてください。ということでですね、2022年の間にですね、1000名、チャンネル登録していただける方を目指しているという話をさせていただいていたんですが、現在ですね、196名ですね、登録していただいております。ありがとうございます。ちょっと1000名にはですね、目標を達成しなかったんですけど、2024年、そしてですね、2023年、そして2024年ということでですね、1年ほどね、まだ開きがあるので、この時でも達成してですね、1万名目指していますと言える状態になっていることを願ってですね、プレイしていきたいと思っております。ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。そしてこのチャンネルを皆さんの力で育ててください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'd be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、続きやっていきましょうかね。ちょっと準備いたしますね。はいはい。それではやっていきましょう。今回はブラジルですね。ブラジルでということで、パーツには問題ないと。もうね、パーツの開発はもうできないので、今ですね、こういったようにですね、レギュレーションですね、レギュレーションに合致しないですね、アイテムがあるということで、これを保護していきたいんですが、右上見てください。プラスという数字が書いてあるんですが、これがね、ポイントを表しております。このポイントがですね、必要になってくるんですよ。これね、260必要なんですが、今28しかないので、全く作ることができませんと。パフォーマンス比較としては、耐久性的には我がチームは多分一番高いっぽいですね。あ、パワーか、パワーはね。ただ、こちらの耐久性などを見ていくとですね、一番低い。うちのチームはね、耐久性はとかですね、このアップグレードのこの、これも一番低いでしょ？シャーシもね、エアロダイナミクス、エアロについてもおそらくですが、一番低いんじゃないかな。エアロは下から2番目なので、マシーンとしてはですね、ほんとパワーに全部寄ってる感じで、かなりね、このパワー系に欠けてるっていう感じのね、研究開発になっちゃったなっていう感じはしますよね。まあ、その割にはですね、早くないんですよ。フォーミュラー1グランプリ。今、ポルトガル語だったね。パワーに全振りしてる割にはね、早くないっていうですね、絶望的なね、あれですよね。ちょっと今、ドライバーの顔が見えてたのに。まあ、あれはね、私じゃないんですけどね。ドライバーはね。じゃあ、5ラップ行きましょうか。さあ、このレースはですね、予選に行く前にですね、ポイントというのがね、稼げる。ああ、ブラジルっぽい。あのね、植物。植生してる植物が、ああ、めっちゃ狭い、今回。ここ、むずいぞ。私のね、苦手なコースというのがありましてですね、見通しがまず悪いコース、そしてですね、左右のですね、幅が狭いコース、まさにこれ、そして壁があるコース、まさに今回ブラジル厳しい戦いが強いられるんじゃないかということですよね。さあ、このブラジルの地、サンバの地、そして、カーニバルの地、そしてですね、ビーチの地、そしてですね、肉ですね。ブラジルといえばお肉ですよね。本当にこれね、有名な話なんですけど、ブラジルにね、から、凱旋してきたね、サッカー選手、三浦知良選手という選手がいるんですが、まあ、もう言わずと知れたレジェンドですよ。世界中のサッカー界の選手がですね、今でも現役を続けている三浦知良選手のことをですね、世界中っていうのはちょっと大げさかな。結構そのやっぱりカズ選手に関わったことがあるような方ですね。三浦のように、
現役を続けていきたいよねみたいなことをコメントするような選手もいるわけで、それだけね、まあ、サッカー界においてですね、まあ、年齢重ねても、まあ、現役プロ選手として活躍しているっていうところはですね、やっぱり評価されている部分かなというところはあるんですが、まあ、その三浦和義選手、注文通りの走りだ、その調子だ、うわが、まあ、高校生の時にね、卒業してブラジルに確か渡ったんですよね。でそのブラジルに渡ってからですね、体重とかね、すごいね、一気に増えたらしいんですよ。っていうのもね、ブラジルのそのね、お肉ばっかり食べるようになったっていうね、確かそういう話でですね、うん、ブラジルとかアルゼンチンはね、牛肉の消費量がめちゃくちゃ多いらしいんですよ。アルゼンチンとかね、すっごいね、見たらわかるんですけど、国土めちゃくちゃ広いのに、人口がね、4000万ぐらい人ぐらいしかいないんですよ。ね多分日本の何倍も広いと思うんですけど、あれ、うん、まあ、ブラジルじゃないですけど、ブラジルもね、もう日本よりも何倍も広いけど、多分ブラジルの人口も日本より少ないんじゃないかな、わかんないけど、ブラジルはちょっと見てないからわかんないけど、アルゼンチンは少なくとも少ないですね。だからまあそういったところで、まあ、多分一人当たりのそのね、もしその畜産業とかがメインだったりすると、一人当たりの牛肉の消費量とかめちゃくちゃ多くなる可能性あるよね。よしよし、いいデータが取れ、人口少ないのに、まあもちろんね、輸入がもちろんね、稼ぎになってると思うから、全部が国民が消費するってわけじゃないと思うけど、お、4ポイント取れたか。けどまあそれでね、牛肉が余ってるような状態だと思うんでね、日本もね、それは畜産業とかやってると思いますけど、なんせね、担い手が手に多分あんまいないし、コーナーで摩耗させすぎないようにするんだ、コーナー出口での加速は繊細にな。やっぱ日本ってさ、その辺ちょっとやっぱり厳しいところもあるからさ、成長ホルモンとか多分あんま使っちゃいけないとかね、結構規定が厳しかったりするらしいんで、成長ホルモンっていうのがあってですね、もちろん人間もね、成長ホルモンが出るから成長していくんですけど、名前なんていう名前だったかな、成長ホルモン、人間のゴナドトロピンっていうやつだったかな。だからね、それがね、メッシ選手はですね、あまり出なかったらしいんですよね。だから身長がね、伸びない、体格が大きくならないっていうね、病気だったんですよ。世界ナンバーワンワールドカップ優勝したあのメッシ選手。だからそれでですね、まあ、子供時代にですね、まあ、天才的なその能力を持ってたんだけど、まあ、将来その体が大きくならないということでですね、まあ、プロの道をですね、まあ、もしかしたら断念してたかもしれないと、まあ、そういう状況だったんですが、そのホルモン剤の治療を受けなくちゃいけないと。確かアルゼンチンにいる時も受けてたと思うんですけど、まあそれ高いらしいんですね、その薬がね。だからまあそれを継続して治療していくためにもですね、それをね、条件にして、バルセロナがね、メッシを引き取ったと。まあ、そういうホルモン治療も、テスト終了だ、よくやホルモン治療もちゃんと受けさせてあげるから、貴重なデータがバルセロナに来ないかみたいな。これは3ポイントかな。あ、4ポイント取ってる。なんかね、ギアとか変えてからね、ポイントちゃんと取れるようになってきたね。多分ぶっ壊れてた分だけスピード落ちてたんだろうね。タイヤの心配はいいから、全力で走ってくれ。はい。テストの目的は、ライバルに近いタイムを出すことだ。うわ。今回ね、コーナーのね、その立ち上がりのポイントとかをね、アクセルをですね、徐々に吹かしていく、離して吹かすっていうパターンを取ろうかなと。一気に立ち上がりとかで吹かしたりすると、思いっきりですね、外にブレることがあるんで、丁寧にやっていきたい、そこら辺は。ここ、こういうコーナーでね、インコース取れるか取れないかがね、勝負の分かれ目なんですけど、早いですよね、みんなそのコースの取り方がうまくて。インコースは取ったらね、綺麗に抜けるし、差を詰められることもないんで、うまくインコースを取りたいんですけど、それがなかなかね、
うわーこんな風になっちゃうと抜かれちゃうんで気をつけなきゃいけない。で何の話だっけ。そう、ブラジル、ブラジル、ブラジルのイメージですね、うん。まあ、リオデジャネイロっていうイメージがあるかな。サンパウロがね結構ね治安悪いらしいんですよ、サンパウロ、ブラジルはやっぱり、ね、サッカーで知ったって感じなんで、サッカーが有名な街しかちょっと知らないっていうのはあるかな。アルゼンチンは、ね、ブエノスアイレスね、まあ、それもサッカーかな、知ったのは。プログラム終了だ。オッケー。お疲れ。素晴らしいデータが得られたぞ。オッケー。今回は結構すんなりいったかな。ピットに戻ってきてくれ。戦略を話し合おう。はい、第20戦なんで、おー、5ポイント取ってる。今回調子いいな。やっぱそのギアとか前回変えたんですよ。だから、工場から届いた新しいギアというかね、内燃機関を変えたから、結構それで走りやすくなった。多分ね、前回の。前者が走り終えたところで、再びトップ3を確認しましょう。ドラゴン、前回のね、あれを見ていただきたいんですけど、動画をね。その前ぐらいからですね、内燃機関がおかしいのか知らないですけどね、すごいですね、煙吹かしながら走ってたんですよ。多分今回そんなことはね、ないと思うんですけど、うん。ないというふうことにしてほしい。やっていきましょうか。それではですね、予選走っていきましょう。ワンショット、雨が降っているので、雨はね、すごく走りづらいので、注意しなきゃいけないですね。ここでですね、グリッドで少なくとも予選でですね、まあ、フォールポジションですかね。まあ、1位から3位ぐらいの間には入っとかないと、まあ、予選の、その、なんていうのかな。の有利を生かして走るっていうのはできないくなっちゃうからね。あ、そうそう、それでカズ選手がね、ブラジルに渡って、お肉をたくさん食べるようになったから体が大きくなって、まあ、プロ選手としてやっていけるようになったんだみたいなね、コメントがね、あったっていうのをですね、どっかのネットでね、見たような記憶がありますね。まあおそらくですけど、当時のそのね、日本の、食料事情だと、そんなにお肉って食べられるような状況じゃなかったんじゃないかなと、思うので、そこをね、米だけで暮らしてた日本人が、ブラジルに渡ってお肉食べれるようになって、まあ、ブラジルのね、サントスっていうチームで、確かデビューしたんだよね、カズ選手って。すごい食生活って大事なんだなっていうのをね、感じますよね。それはね、本田圭佑選手も言ってましたよね。圭佑で本田選手の真似をしているサッカー系 YouTuber の牧彦さんという方がモノマネにしていた有名なセリフありますよね。ユートやシンジはね、あれ食べてるんですよっていう、うん、強いでしょ、あれ食べてるんですよっていうモノマネをしてた、うん、ことでまあ有名になって、今2023年現在ですと58万人ぐらいかな、登録者の方いらっしゃるサッカー系 YouTuber の方ですよね、うん。まあ、だから食が豊かになったことが、まあ、一つスポーツ界が向上した理由のうちの一つかなっていうのは思いますけどね。フィジカルに取り組むようになったっていうのも大きいんじゃないかな、サッカー界が。すごいぞ、ポールポジションだ。おお、サッカー界の選手がさ、強くなっていったっていうのはね、日本サッカーがね。三笘選手とかもね、実はですね、あんなに細く見えるのに、明日のレースに向けた準備が整いました。おお、1分16秒早い。リットの最前列に体重もね、70数キロぐらいあって、結構ですね、まあ、ユニフォーム交換とかするときにさ、パッて上半身裸になることあるじゃないですか、サッカー選手って。むちゃくちゃムキムキなんですよね。あんなに細く見えて、それだけの筋力をね、保ってるっていうのはすごいですよね。見た目細いからさ、結構さ、なんか、なんていうの？勝てるって思って多分ぶつかっていく外国の選手とかもいるかもしれないけど、そもそも速いからぶつかれないでしょ？ね。で、当たったとしても、結構腕の力とかも強いんでしょうね。なかなか倒れないっていう感じになってるんでしょうね。でも多分ね、
あんまり三笘選手見た感じ、その上々の予選結果だ。これならアウターマッスルっていうんですかね、外側の筋肉はそこまで鍛えてるって感じじゃないと思うんだよね。だからね、胸筋とかですね、腹筋とか強いと思うんだけど、おそらくだけど、そのなんていうの、よいしょ、じゃあ決勝いきますよ。アウターマッスルであるその肩とかですね、腕の上腕二頭筋とかも、あれはそこまでがっつり鍛えてないんじゃないかな。逆に本田選手とかはね、そっちの方は鍛えられてるんですよね、どっちかっていうと。新たなヒーローと歴史が誕生するレース。本田選手がワールドカップの時になんかこの写真でボケてみたいなさ、写真を提出してた時があって、ツイッターでね、唯一のドライバーズチャンピオンシップを獲得したのもここです。それもアウターマッスルはやっぱり鍛えられてる感じがしたのかな、見た感じ。インテルラゴスは珍しい反時計回りのサーキット。グランドスタンドには地元ファンが詰めかけ、15のコーナーを持つ 4.3 キロのコースに熱い視線を注ぎます。2つの超高速セクションに挟まれたセクターには極めてテクニカルなことで知られ、順化をから次の DRS ゾーンまでにスピードをうまく乗せていければオーバーテイクも可能です。うん、さあグリッドペナルティゼロということで1位からスタート。これね、なんかこのマシンをですね、改造じゃない、そのなんていうの、パーツとかをレギュレーションの、規定以上に変えてたらグリッドペナルティーっていうのが入って、下がるらしいんですよ、順位が。どうもね。まあ、やったことないからわかんないんだけど。さて、ブラジル。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。ポール。さあ、ブラジル走っていきますよ。さて、レース開始です。ただね、まあ、今回はその内燃機関とか変えたから、後半戦スピードが落ちることはあんまないと思うけど、ここで追いつかれるかどうかだよね。あ、追いつかれない。やっぱ内燃機関変えた、パーツ変えたのは正解だったな。もう追いつかれないですね、前半戦で。スピードが落ちて追いつかれるってことはない。前々のね、レースでは、スピードが落ちてね、初っ端のね、入りのところからね、追いつかれてるっていうシーンが結構多かったけど。ただ問題はですね、このレースを仮に乗り切ったとしても、あと4試合多分あるんで、その4試合、エンジンが持つかどうかです。壊れるとね、極端にね、性能が落ちるんで、車の。だからね、考えもんなんですよ。そのパーツを鍛えるためにポイントを取らなくちゃいけないと。ポイントを取るためにはですね、ある程度のレース走らなきゃいけないんですよ。予選前のね、フリー走行で。うわ、眩しい。で、それをですね、プラクティスプログラムというですね、自動でやってくれるプログラムでやってしまうと、5周走ったらね、5周のラップを全て使ってしまうので、ね、そうなっちゃうとですね、すごいね、摩耗しちゃうんですよ。だから、なんとかね、自分のそのフリー走行のうちに自分で走ってポイントをね、うまく貯めるしかないんですよね、うん、ただパーフェクト取ったらボーナスがつくんで、あのポイントのところね、だそれをパーフェクト取れるかっていうと、自分で走る分でパーフェクト取るのはちょっと難しいので、そこだけちょっとね、了承した上で走らなきゃいけないですよね。で、今ね、ちょうどネットフリックスでですね、まあ、2022年の12月の31日からですね、ハリーポッターシリーズとですね、ビーストファングですね、ハリーポッターの前日談ですね、ポッターたちが来る前の魔法学校を描いたという設定だったと思うんだけど、まあ、それのですね、無料配信が始まったと、無料じゃないけども配信が始まった、配給が始まったということでですね、まあ、2023年の今元日から1日経ったと。おお。DRS を使用できる。前のマシンとの差が1秒以内なら DRS ゾーンで使える。3秒差つけてるぞ。かなり早い今回。やっぱマシンのあれ変えてよかったな。パーツ。うん。で、それが見れる状態に今なってるんですけど。まあちょっとずつだけで見ていこうかなって感じで思ってるんですよね。ただね、最近ね、邦画がめちゃくちゃ面白くてね、やっぱね、まあ
あの邦画ってやっぱりちょっとコメディのところがね面白いなっていう、コメディ部分とかシリアス部分とかも含めてね、やっぱりこう日本人の感性で見れるからね面白いよねっていうところあるよね。洋画もね、洋画はねやっぱりちょっとね感性がね全然違うんですよね、外国と日本は。やっぱりなんかやたらとラブシーン入ってくるしね洋画ってここいるってまあ邦画もあるけどね。よいしょ。まああとやたらと洋画はなんていうのかな、あの裏切りが出てくるかな、洋画はやたらと裏切りとか人間関係のもつれめっちゃ出てくるよね。まあ差別的なところが日常にあるからさ、多分アメリカ社会とかって描きやすいんだろうね。特に学園ものとかになるとね、必ずなんかあのアメフト部が出てくるよね、チアリーダーと分かりやすいヒエラルキーなんですよね、アメリカのヒエラルキーって。けどアメフト部に行くようなやつで、まあ、よりかは将来そのね IT とかやってるようなギークオタクっていうんだけどさ、ギークっていうの、まあ、そいつらの方が将来あいつらを顎で使ってる可能性があるんだぜみたいな感じのが2010年ぐらいの映画とかドラマとかからはそういった風に言われるようになってたかな。それ以前の動画とかだともう完全にそのねアメフトの人たちに勝てないみたいな感じになってるけどさ、で現実問題どうだったんだろうね。日本はその体育会系の人がすごい好まれるっていう感じで、多分そのままその、まあ、アメフトとかでもいいんだけどさ、体育会系で育ってきたような人がそのままなんか営業とかに入っていったろうね、大企業のね。アメリカもそうなのかな、うん、7秒差がついてる。めっちゃ独走じゃん今回。え、めっちゃすごいぞ、爆走じゃん。うん、だからねそこら辺がね面白いよね。時代の移り変わりによってさ、同じヒエラルキーなんだけど、そこのね高校までのヒエラルキーは一緒なんですよ。アメフトが男子は1位で、まあ、バスケットも多分上位に入ると思うけどね。なんかねバスケットしてる人はね、なんかね結構いいやつに描かれてること多いんだよね学級委員長みたいな感じでさ。見事だ。アメフトはねいじめっ子で選ばれること多いんだよねあるあるだよ、洋画とかね、海外ドラマの結構あるあるで、大体白人系の人がねアメフトガタイがいいやつが大体トップにいて、興奮と感動ので大体ね主人公をいじめてるっていうねその取り巻きみたいなやつがね主人公っていうポジションがねあんまりないんですよね、海外のドラマって、ね、ドラゴンがチャンピオンシップのリードを拡大、うん、素晴らしいレースでしたが、いや素晴らしかったね今回のは。かなりすごいぞドラゴンですね。接近戦での繊細な走りは378だよこれ、今回来たねかなり。コンストラクターズはね追いつけることはないかな、残り4試合走ってもまとって20ポイント以上取ったとき80取ったとしても相手がねかなりそのポイントをね、メルセデスがね週末も検討しさらに順位を上げています。ちょっと取ってくるじゃないですか、今後誰がトップに戻ってても不思議ではありません。だから今回メルセデスが2つで30ポイントぐらい取ってくるから、自分が1位だとしても、ね、このライバルの人がさ20位とかだからさポイント稼いでくれないんで絶対2位に追いつけませんね。今回は白い煙を全く吐いていない。すごいねマシーンの調子がいいとこんだけ走りやすいんだちょっと感動しましたね。
見てください、この差の開きを。マジで独走でしたよ、今回。ラップ5まで危なげなく進んでいくというね、ブラジル。未だかつてないぐらいね、調子のいい走りでしたね。これ、進みましょうか。さあ、インタビュー受けていくか。いや、今回はすごかったね。これはなかなか、あれだよ。今日はすごかったですね。では、質問させてください。はい。今日のレースに誰か強敵はいましたか？まあ、うちに信頼性で、勝るマシンはありませんね。ライバル選手は対等な相手だと思いますか？まあ、彼のことは、大いに尊敬していますよ、と。選手よりも調子が良さそうに見えますが、信頼性の問題は全て解決できてよですと。全員の期待をはるかに超えた走りでしたね。このまま独走できそうですか？このチームのバックアップがあれば怖いものなしでしょうねと。今のパワーユニットを持ってすれば無敵でしょうね。エアロパッケージのおかげで、まあ、バックアップにしようか。評価が影響か。どうも。評価とか上げてもあんま意味ないよな。何に影響してるか分かんないの。それよりもパワー部門とかの方がさ、高い方が良くないって思うんだけど。ポイントを使ってですね、なんとかしてですね、次のレースに、あ、評価ってそれか。26% も 8% もね、差つけてるからね。相棒にね。さあ、今回ここまでのレース何分かかったかというと、26分。むちゃくちゃ今回早かったね。もう一レース走っちゃおうかな。時間があれば自分でハンドル握った方が効果的です。さあ、今回が、スポンサー契約を更新していきましょう。活動は、あ、結構埋めれるね。エアロダイナミクスのアップグレードか。ここは、エアロよりかは、シャーシ、マシン、PR。シャーシ部門、シャーシ部門。スポンサーの誘致。まあ、イベントとか行くよりかは、シャーシ部門とかの、エアロミクスとかの方がいいかな。マシンの PR とかしてもしょうがないよね。これもちゃんと本当はね、やっていった方がいいと思うんだけど、シャーシエアロ。ちょっと育成系のやつに全部しようか。マシン、シャーシ、シャーシ。エアロダイナミクス、設備のアップグレード。アップグレードがいいよね。エアロダイナミクスが出るまでちょっと待とうか。あ、いいね。あー、PR か。マシンの PR か。シャーシ部門の育成。まあ、これでいっか。じゃあ今回これでいきましょう。マシンの PR。研究やっていきましょうか。お金が659万か。故障の発生が 10% 減少する。パワートレインで故障の発生か。耐久性で品質管理ね。パワーで保証、どうしような。シャーシの故障ってあんまなかったんだよね。パワーの故障をちょっと減らすかな、そしたらね。リソースポイント上げてもいいけどね、600万でね。いやー、ここはちょっと待つか。じゃあ、パワートレインの推奨でですね、保護しなきゃいけないものを探しましょう。シャーシー部門保護しとけと。じゃあこれね、やりましょうか。そして次はピストン。これも、260。そして、推奨が回転ダンパー。279。もう無理かな。かなり保護していかなくちゃいけないから、まあ、このレースが全部終わる頃になって、
った時にようやく多分全部保護できるって感じになるでしょうね、おそらくね。うん。ということでね、一応まあ20分だけど、時間進めてですね、オーストラリアグランプリに行ったら、またいつものごとく終了して次回していきましょうか。新しいパーツの製造が終わったよ。はいと。次のグランプリに持っていく、はい、シミュレーションソフトウェアの新バージョンがリリースされました。ドライバーに役立つ多くの素晴らしい、機能が備わっています、ライセンスには対応しておらず、アップグレードにかなり費用がかかります。購入を進めるべきでしょうか。2万ドルセカンドライバーのレース技術プラス7、うん、ありがとう。難しい判断だが君の決断が正しいと思うよ。セカンドドライバーのレース技術か、微妙だな。頑張ってもらってもさ、今はライバル関係はないが、うん、遅かれ早かれ君が誰をライバル視しているかマスコミから聞かれることになるはずだ。相手に勝てば評価が上がるが、負ければ評価を失うことになる。慎重に選択してくれ。はい。さあ、ライバル関係は多分このレースが始まる直前ぐらいに聞かれることになると思うんで、うん。さあ、第21試合ですのでね、残り3試合ですね。21、22、23と走ったら終了ですね。さあ、だんだん終わりが見えてまいりましたね。この F1 のレースもね。結構長いラウンドで長い期間かけたなっていう感じはしますけどね。さて、聞かれるかな？レースが始まる直前。オーストラリアに来たところでございますが。うん。とりあえずメッセージだけ。はい、新しいパーツに問題はないと。さあ、すべて、見ていくと、パフォーマンスね、これわかんないんだよね、ドラゴンの色がね。多分、上から3番目のやつかなって感じだと思うけど、私たちの技術、数週間で私たちが成し遂げた成果であると、いうことで、うん、17位ってことか、これ。5位ってこと？よし、じゃあ今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。今回はね、スムーズにいって大体32分ということで、プレイさせていただきました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。